はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は国連の創建霊言、引くべきかどうか、強み弱み合わせて紹介していきたいなと思います。まず引くべきかと聞かれたら、かなり優先度は高いユニットかなと思っております。それくらい闇属性パーティーにおいて重要な一体かなと思います。今回強み弱み例によってスプレッドシートにまとめてまいりました。それがこちら。はい、ということで実際に霊言のステータス画面を見ながら紹介していこうかなと思います。まずはですね、この今回新たに共通という項目を作ってまいりました。これはですね、BS5、BS 前ともに持っているアビリティというような形になってます。まずは先制 LB ブーストアビリティ装備のスパトラーというところで、ティーダの服とはまた違った形の先制 LB ブースト。こちらはアビリティというところなので、誰にでも装備することができます。前回ティーダの服はもう服を装備できるユニット。で、またアンジールのような服に固定値アップがついているユニットは、ティーダの服か自身のスパトラかどっちを採用すべきかで悩んだところですが、霊言のこのスパトラがあれば自身の服を採用した上で先制 LB ブーストも乗せることができるので、めちゃくちゃ強力な一個となってます。もうこれ欲しさに霊言回すのもありかなというレベルになってます。続いて2頭の極意列持ちというところで、レインが最初持ってきた2頭の極意列を習得したユニットとなってます。なので基本が2刀流のユニットとなってます。限界突破が 200% なので、つまりは最大 400%、 既存の 300% と合わせれば最大8倍のダメージを出すことができる2刀流の極意列となっております。続いて盾装備可能というところで、前後ろともに軽盾や銃盾を採用できるようになってます。まあメインに盾を採用するのは裏の姿になるんですが、ダメージを抑えなくてはならない場面において防御や精神が高い盾の装備ができるというところはかなりポイント高いかなと思いました。こっからは BS 前の強み紹介していきましょう。 BS 前の強み1個目、最大火力が 4.6万、スペシャルアビリティを使った威力加算6000となっております。先制 LB ブーストを合わせて素の火力が3万に1万6000がプラスされるような形となってます。合わせて紹介していきましょう。体験デバフと闇デバフ、こちらは体験 40% のデバフ、まあディオセスが持っておりますのでそこはあんまりかなというところですが、闇属性のデバフ 140% を一緒にできるユニットとなっております。またエレメンタルバースト持ちというところで、もうですね、闇属性パーティーにおいては本当に必要な一体で、まあごめん、 BS5 の時にも紹介するんですが、まあこのやっぱ威力アップが 150% 持ってるとかかなり強いですよね。で、続いてサポートアビリティ所持というところで、こちらは味方全体のダメ化 40% であったり、5種の状態異常無効化というところをつけられるのは、まあこのね、5種が刺さるところであればかなり強力なんじゃないかなと、必須の一体になり得るんじゃないかなと思ってます。続いて BS5 の強み紹介していきましょう。なんとですね、最大 89% の防制デバフを持ってます。またですね、火と氷 150% のデバフ。なぜ闇じゃないんだというところ。で、今回悪魔キラー 160% を持ってますので、ダークビジョンズにおいて必須の一体となっております。また BS5 はですね、剣という形になっていて、剣の 40% のデバフ、ターゲットも1体という形になってます。防御と精神は88、火と氷は145と、LB の方が若干控えめというような形になっておりますと。で、基本的に裏でダメージを出すことはないかなと思いますので、しかもブレイブシフトが行き来し放題、クールタイム0なので、裏の装備は引き付け回避 100%、表の装備で火力全振りというような形になるのかなと思っております。続いて霊言の弱み。霊言の弱みはメイン火力である闇属性のデバフが 140% しかできないところかなと思ってます。ここがちょっともったいなかったかなと。まあ最近のギルガメッシュやホークアイなんかと比べるとちょっと抑えられてしまったかなと。まあその分ね、自身で火力が出せるというところで、ダークビジョンズにおいてまあ必須と、次は最後悪魔というところが分かっておりますので、この霊言めちゃくちゃ必要なんじゃないかなと。で、あとは、ホークアイという強豪という風に書けましたが、ホークアイは、まあ、闇属性のデバフ160プラス、防御の 89% と、闇属性、
違う悪魔キラーか160ができるので、その辺でちょっとなんか似てるなと思いましたが、まあお話にならないですよね。全然レーゲンの方が上なんですが、まあダークビジョンズ上位を狙わない方でホークアイがいれば、まあレーゲンを別にスルーしてもいいのかなと思っております。なのでまあそのホークアイという競合というところを強いてあげました。いやでもやっぱこのなんていうの、デバッファーを自分で担いながら火力貢献もできるというところが、まあこのレーゲンの最大の強みかなというところで、まあ一応優先度は高めとしましたが、まあ月末のキャラを見てから決めてもいいかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見たくさんお待ちしておりますので、どうぞコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。